おはようございます。やっとあれやね、ちょっと京都の祇園祭りも終わって、京都の祇園祭りニュースで見ましたけど、どしゃ降りやったみたい。まあでも大概もうあれですかね、こう京都の祇園祭りが終わる頃にもう雨ばーん降って、まあ梅雨が上がる、まあ梅雨が上がったのかちょっと分からへんけども、天気見たらもう晴れずっと続いてるし、上がったのかなって感じないけどまあとにかく雨ずっと続いたしね、嫌やったけど、まあこれからやっぱ本番になっていくんで、まあみんな体調の方も管理も大変で、まあしずちゃんもね体調の方大変やと思いますけども、ありがとうございますっていう感じで気をつけてくださいねと思うけど、はい、今日は、お仕事ちょっとお休みさせてもらって、まあ、一応まあ1年に1回なんで日程を決めに行くんですけど、まあとりあえず1回は最初行かなあかんですけど、とりあえず今日カメラの検査に一応ちょっと体調のあれもあるんですけど、それをちょっと行こうかなっていう感じで今病院に向かってるんですけど、ねえほんまに、まあ、この年になってはね、まあ、40過ぎてぐらいからね、そんな胃カメラやどんこうのとか言い出したけど、でもほんまに胃カメラで分かることもあるやろうし、まあ普段の体調のこともね、皆さんも自分でしか分からへんところもあるけど、まあ周りの人がね、周りというか奥さんなり旦那さんなり彼氏さんなりね、子供さんなりしてもそうやけど、周りがちょっと見てあげて、ちょっとおかしいな、今日ちょっとありやなって思ったら、まあ、病院に行ったりとか、まあ前もちょっと動画でも言ったんやけど、体大事にしてもらって、みんなほんまにね、しずちゃんの友達はほんまに大切なお友達なんで、ずっと元気で暮らしてほしいなと思って、そんな感じで今日はちょっと病院に向かっています。ほんで この前名古屋14日ペット博に、ぬくももファミリー、あとご近所もかちゃんも一緒に行ったんやけどね、名古屋愛知の方に行ったんやけど、もう本当にそうそうたるメンバーが見に来てはったんで、はい、まあ、いつもまあ仲良くしてもらってる友達も来てくれてたもあるし、まあ、普段会えへんしずちゃんの友達にも会えてるところがあるんでね、めちゃめちゃ嬉しかったですね。もう昨日その時来てた、まあ、いつも仲良くさせてもらってる人ら言うたら、まあ、チップとデールちゃんって言ってね、もう パパっていうか、まあ、僕がもうめちゃくちゃもう大ファンっていうか、まあ、かわいい2人なんですよね。もうちっちゃ、僕はまあチップとデールっていう子なんやけど、僕はチップと言わへんね、ちっちゃんっていうね、ちっちゃんとデイちゃんっていうけど、とにかくもうね、ふわふわ、もうなんかね、一番こうね、もう柔らかい感じで、どっしりというかね、なんかぶわーっていうか、なんて言ったんやろ、もうどうぞみたいな感じで、もう触ってもいいよみたいな、かわいいっていうか、もうのちっちゃんとデイちゃんっていうのも、去年岐阜の、影もふさんっていうところで初めてお会いしたんで、その時に衝撃を受けたお二人やったんですけど、まあかわいいで表現できるかな、なんかもうとにかく好きすぎて、いつも お会いしてお別れの時にはなんかもういつもこう悲しくなってくるというかね、ほんまに大好きな二人なんですけど。特徴があってね、そのちっちゃんいうしずちゃん、ちっちゃんとデイちゃんなんやけど、ちっちゃんここにちっちゃいなんかね、チョコチップがついてる、チョコチップ、おっと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 、
チョコチップがついて、かわいいでしゅー。それが、ちっちゃん。で、もう一人がデイちゃんって言ってね、愛知の方なんやけどね、パパさんもママさんもほんまいつも、優しくしてもらって、会えた時はね、ほんまにご挨拶する、ほんまにいつものメンバーというか、ほんまに仲良くさせてもらってるお二人です。うん、で、アリスちゃん。もう、アリスちゃんはもう、たまにね、アリスちゃんはなんて言ったらいいかな、もうとにかくちっちゃくてお姫様、もう可愛くてね、もう僕ほんまにアリスちゃんあれいつかな、去年一昨年かな、名古屋の、おっと、はい、これがムクモモ、ムクモモのあれですわ、どんくさいとこ去年一昨年かな、ワンだらけっていう、もう名古屋ではもうほんまにめちゃくちゃでっかいイベントで、でそこはオフ会っていうのをするんですけど、そこに行ったら、そこに行ったらっていうか、まあもうシーズーちゃんがもう何百匹ももう集まるっていうか、もうほんまに毎回もうお主さんっていう方がいらっしゃって、まあそういうその、まあ、代表の方が、まあ、取り仕切り、まあそのイベントっていうか、まあマルシェなんやけどね、そのマルシェでまあお買い物したりとかして、まあなんかこの時間になったらとか集まりましょうって、まあ言うたらチワワちゃんとか、まあ他まあいろんな、まあプードルちゃんとかね、いろんなワンちゃんがいらっしゃるんやけども、それちょっと広場みたいなところがあって、でそこでこう集まる、もうそうそうたる、もうしずーちゃんも腰抜かすぐらい、もうほんまにめっちゃ、まあ、そこで目を引いたっていうか、僕も一方的なんで、いつもしずーちゃんは大好きなんですけれども、その僕いつものメンバーというか、まあ、僕が勝手にもう結構どっちかで、僕がもう圧が強いというか、もう僕が好きなんやろね、好きというか、それがアリスちゃんって言って、めちゃくちゃ可愛くてちっちゃくて、アリスちゃんっていう女の子なんやけど、ちっちゃくてね、いつも可愛くてね、パパとママさんが大好きで、いつもこうカートからバーンって乗り上げてるような子なんやけど、やっぱりアリスちゃんいつも可愛くて大ファンというか、お会いできたらね、いつもいろいろしてもらったり、もうママさん、もうパパさんもママさんもめちゃくちゃいい人で、まあ、いつもパパさんとママさん僕見つけたら声かけてくれはって、いつも僕あれなんですよね、名古屋全然知らなかったんですけど、その名古屋って小豆とかね、そういう文化がある、僕もめちゃめちゃ甘いものが好きで、そのこれがうまいというか、もうアリスちゃんのママさん覚えててくれはって、シルコサンドっていうこう、なんて言うんですかね、なんて言ったんやろ、クッキーなんやろな、まあ毎日の人だったら、あーって言わはるかもしれんけど、もうあれが僕多分お菓子の中で多分一番好きかな、チョコレートとかもいろんな、どら焼きとかもいろんなもんあるんやけど、まあ、それがもうめっちゃ好きで、もう衝撃的やって、それからもうあれしょ、ママさんいつも買ってきてくれはって、いつも重宝しております。こっちでは買えへんから、こっちでは買えへんからね、まあそれいつもなんか用意してきてくれてはるんで、でも一番嬉しいのはやっぱりこれなんで、またお願いします。でまあそのワンだらけで、まあもともと僕ブーちゃんとももちゃん知り合うまではもう全然もう人嫌いやったっていうのも言ってたと思うんですけど、人も嫌いし、もうそういう集まるところがもうどっちかっていうともう億劫というか、もう苦手というか、もう絶対行きたくなかったんやけど、ママに誘われて、まあむーちゃんとももちゃん迎えてから、まあそんなに大きいイベントっていうか、まあ他のワンちゃんとかもね、いらっしゃる、そういう
インテックス行ったりとか、まあ、ちょっとちっちゃいマルシェ行ったりとか、まあ、そういうところで、まあ、ちょっと、あ、こんなんなんやみたいな、最初は そこまで僕全然乗り気じゃなかった、全然乗り気じゃなかったんやけど、2年前かな、去年かな、まあ、そのワンダラケっていう愛知県のその名古屋のその水族館のところかな、そのでそこでそのなんかシーズーちゃんもいっぱい集まるんやっていうのを、まあ、ママから聞いて、まあ、そうなんやっていう気持ちやね、それぐらいの気持ちで、まあまあ行こうかみたいな、まあ、むーちゃんとももちゃんがいるし、まあ、友達な、そんないつも会う機会もなかなか近所ではいなかったんでお友達が、ほんでまあ行ってみようかって言ったら、もうすごいっていうか、衝撃というか、もう何やと思って、僕僕そのしずちゃんがまあまあ向くと桃のおかげで大好きになったけども、そこに行ったらもう目の前がもうしずちゃんだらけやって、って思って、うわーって思って、何言ってんねんと思うよ、ほんまそんな感じ でそこで入り口ぐらいかな、まあ、初めてあのあかわいいと思った子がいて、3人カートの上に乗っててね、かわいい、全然もう僕なんかもうほんまに初めてぐらいやったんで、もう行って、でなんかママがなんか「ええー!」みたいに言って「えそう、え何?」みたいな。知ってる人みたいな感じで、まあ、しゃべってた記憶はあるけど、僕は全然知らん、まあそんなもう飼い主さんのところじゃなくて、もうそのしずちゃん3人がめちゃくちゃ可愛すぎて、もう何も取り乱してしまったというか、もうでも いつもでもう可愛いって、もうこんな状態やったんが塩豆花ちゃんやったみたいなんですよね。僕は全然知らんかったんやけど、あの塩豆花ちゃんっていう存在も全然知らんかったし、まあしずちゃんは知ってたんですけど、その時にあの一番先頭聞いてたんが多分あれ豆ちゃんやのね、豆ちゃんがワン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 って言ってて、おーおーおーそうなんそうなんみたいな、よし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 みたいな感じで、もうめちゃくちゃアピールというか、僕だよ僕だよみたいな、僕知ってるみたいな感じで、あそうなはじめましてってで、あの僕あれですよよろしくねみたいな、まあ、僕もパパっていう存在もまだ全然ない時やったら、よろしくねって、しずちゃんかわいいねみたいな、もう彫りが深くてね、もうおイケメンにこうよいしょ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 ってこう、その豆ちゃんね、豆ちゃん抱っこした記憶がありますわ、その時で、すごい可愛くてね、そのしーちゃんも初めてお会いした時なんかもうなんていうの、もう癒され癒し系とかいう、もう癒しの代表みたいな、そんな感じやったね、しおまめはなちゃん。でもう花ちゃんはもう僕の一方的やね、もう花ちゃんを好きになったきっかけがほんまにそこやったね。うわーってかわいいね、でもしおめ花ちゃんって知らんかったもんで、後でママに聞いたら、めっちゃ有名な人やで、あそうなんやぐらいの、ほんまにそれぐらいの感じやったんで、それからかな、あのそのマンダラケで、あの僕がまあ一方的に、あ可愛いな可愛いなと思ったまま、モカナテティーちゃん、まあまあたまに動画にも出てくるんだけど、そこのモカナテティーちゃんのモカちゃんっていう子がもうめっちゃ気になって、もう行くたびにずっとその子を探してて、もうずっともうなんか、あいたーみたいな、もうその時パパさんもママさんもモカちゃんっていう名前も知らなくて、でママにどうしたらあの子に会えるかなみたいな感じで言ってた、
たワンダラケはでっかいし、ワンダラケに行って、まあ、ワンダラケ1年に何回か僕ちょっとまだあんのも知らないけど、ワンダラケに行けば会えるみたいな、まあそんな感じやったんで、ほんで何回か行ってるうちに、あ、見つけたってなって、それがモカちゃんやって、まあ、それからパパさんと仲良くさせてもらって、もう練習交換させて、それからですかね、そのモカちゃんと仲良くなったり、まあ、いろんなとこ行ったりとかするようになって、しずちゃんの友達、ちょっとずつやけどね、ちょっとずつちょっとずつ仲良くなっていってね、今のそのあのハルくんとかね、あの大阪に住んでるハルくんとか、ソラくんね、あと三重県のイーくん、イーくんとももちゃん、もうももちゃんも僕が最初もどう言ったらいいんかな、もう大好きで、かわいいかわいいみたいな、いつも触らせてもらってて、あ、まあイーくんとももくんとこの飼い主さんも有名らしたよね、まあでももういつも気さくにね喋ってもらったりとか、ほんまみんないい人、ソラ君のパパなんて近寄りがたいぐらいの、もう身長もめっちゃ高くてめっちゃ男前な人やけど、いかつい人やけど、もうめっちゃ物腰柔らかい人やし、まあ、いつもソラ君僕見つけたらなんかなんかして、なんかもうなんていうんですかね、僕がまだ全然まだ全然何もこうみんなに知られる前から向こうからこうすごいこう仲良くしてもらって、むーちゃんとももちゃんとね、まあ、もちろん仲良くしてめちゃくちゃ仲良くしてくれたんだけど、僕なんかとも仲良くしてくれはって、しずちゃんめっちゃ可愛いし、かゆみさんめっちゃいいなーって、ほんまにそれきっかけかなーっていう感じで、まあその人嫌いやったんがこうちょっとずつちょっとずつね、ほんまにしずちゃんに会いたいっていう気持ちで、なんかこうあそこに行きたいわ、まあまあまたあそこのワンダラケっていうところに行きたいわっていうので僕から言うようになったりもしたし、ほんで行ったね、もうワンダラケばっかり、ワンダラケはよく行ったね、病院着きました。ほんでまあその愛知でもう友達になるきっかけっていうか、まあワンダラケがそのもうめちゃくちゃもう、まあ、リクアンスーのイチリクイくんとアンちゃんとスーちゃんとイッちゃん、このまあ4人と出会えたのもまあそのワンダラケっていうか、まあ今のママと飼い主さんのママさんめちゃくちゃ仲いいですけど、で父ちゃんって言ってね、もうの僕がもう多分めちゃくちゃ大好きな、あのまあしずちゃんの男の子の中ではまあまあまあナンバーワンかなって思ってる父ちゃん、ポックっていう子がいるんですけども、まあ、その方っていうか、その方ものしずちゃんももうなんていうんですか、もう僕の一方的アピールのすごさというか、もうそれでもう仲良くなってもらって、まあ言うたらそのとっちゃんとまあおーちゃんってオレロ君って言うんですけど、まあそこのママさんに今むーちゃんをカットしてもらってるんですけどね、あのそのママさんに、そのママさんに今髪の毛、そのむーちゃんの髪の毛を切ってもらってるって、まあそれでもまあお友達になって、あと岐阜のね、あのライス君とソルト、まあソウちゃんというけどね、ライシュ君、もうそこのママさんもパパさんも娘さんのルーちゃんというけど、もうそのもうそこの家族、まあまあ、まあ、この前一遍ちょっとお泊りさせてもらいに行ったりとかで、まあね、仲良くさせて、もうソウちゃんこの前ね誕生日やっておめでとうって感じ、また涼しくなったらね遊びに行きたいからみんなでまた遊ぼうねっていう感じで、はい、まあ、そんな感じですかね。まあそれでまあほんまに
ワンだらけをきっかけに、まあ、いろんなお友達と知り合いになって、まあ、塩豆花ちゃん。ね、もうそれがきっかけかな。でも、塩豆花ちゃんがきっかけで、あ、こんな可愛いワンちゃんがいるんや、そっか、こんなでっかいイベントがあるんや、っていうのをきっかけで、まあ、そういうところ僕行くようになって、楽しくなって、もう心がめっちゃこう癒された。もう、ほんで、ワンだらけで、ね、いっぱい知り合って、ほんで、初めてシーズフェスっていう、シーズーちゃんだけが集まるそのイベントっていうのがあって、それは2年前なんですけど、初めて行ったんですけど、その時はまだ全然みんな誰も、僕全然知らん、誰とも会う前にママに行こうって言われて行った感じやったんで、もう圧倒されて、僕もう全然シーズーちゃんも触れへんかったし、もう、そんなに、もう圧倒されたっていうか、まあ、かわいかったんで、まあ、挨拶、誰が誰とも分からへんし、名前も分からへんし、まあ、とにかく圧倒されて終わったっていうイメージがあるね。で、それから去年だから、ワンダラキを知って、塩もみ花ちゃんとかを知って、しずちゃんを好きになって、ほんで、そのビッグイベント、そのシ、シ、シーズフェスティバル、山中湖で1年に1回やってるシーズフェスティバルに参加した時に、まあ、言うたらそのメンバー、ほとんどのメンバーが、まあ、集まったよね、去年山中湖で集まって、まあ、めっちゃ思い出に残ってます。その時、塩もみ花ちゃんのママと再会して、めっちゃ、もう、なんか、思い出がもうめっちゃ詰まった、もう、あれでしたね、ほんまに。シーズン、それからですかね、それぐらいからこう、何て言うんですかね、僕自身もなんかもうほんまにこう、しずちゃんにこう好きすぎるというか、もう、こう、そういうところにこう引き出してくれたっていうか、こう、そういう世界もあるんやと教えてくれたのがしずちゃんなんで、まあ、そこでこう、なんていうんですかね、こう、お返しじゃないですけど、今、いろんなしずちゃんいらっしゃいますけども、まだまだ全然お会いしてへんしずちゃんも多分いっぱいいるんですけども、もう僕はもう、こう、しずちゃんが大好きなんで、こう、挨拶させてもらって、まあ、こう、抱っこさせてもらえたらなっていう気持ちですね、今も。まあ、それで今、まあ、ちょっと、まあ、おこがましいですけど、ちょっと僕も、まあ、パパっていう、で、ちょっと活動じゃないですけど、ちょっとこう動画とかも上げさせても、まあ、日常ね、むーちゃんとももちゃんの日常とかも上げさせてもらって、まあ、行ける時はもうイベントにも参加しようかなって思ってる感じですね。まあ、いつものメンバーも、ね、助けてもらったりね、いつも仲良く接してもらって、ね、新しいお友達、できる中ね。で、去年の、あれですかね、去年のラストのワンダラケの時に、まあ、もうこの方も有名な YouTube のやってはる方なんですけども、ミンチャンネルの、ミンス君と、まあ、マイちゃん、ともかちゃんね、この、まあ、お三方いらっしゃるんですけども、それでもう、僕はもうミンス君がもう大好きで、もうとにかく、ミンス君が大好きで、もうなんかもう気になるっていうか、もうめちゃくちゃ大好きで、まあ、ミンス君もちょっとしんどい思いしとる部分があるんで、なんか僕にできることないかなと思って、もお会いした時ぐらいしかね、抱っこしてあげられへんねんけど、とにかくミンス君が大好きでね、パパさんとママさんとももう今ちょっと仲良くさせていただいてるんですけども、で、この前も、春日井のイベントとかにもね、どうですって言ったら、来てくれはりましたし、舞ちゃんね、舞ちゃん、ピッピちゃんが好きで、もうとにかくもう可愛い、もうめちゃくちゃ、もう舞ちゃん、めちゃくちゃ可愛い、花ちゃんにちょっと似てる、もうとにかくもうめっちゃべっぴんさんで、可愛い。で、もかちゃん、もかちゃん、
お母民宿のお母さんなんですけどね、可愛くてね、この前シャンパチしはってね、可愛くなりましたよ、モカちゃん。なんかね、僕が結局ね、なんかね、モカちゃんっていう子が好きになるんやろね、僕多分。だから、一番最初に、そのまだ全然僕が、そういうイベントとか行ってへん時に、その、竜王のね、イベント行った時に、たまたま後ろにいた子が、モカちゃんっていう、大阪のね、ちっちゃい女の子やって、もう可愛いってなって、僕まだ全然お友達もいい日に買った、もうお友達いい日に買った、誰も知らない時やって、そのモカちゃんと初めてお友達、そのモカちゃんっていう子が初めて、もうシーズーちゃんでお友達になった子が、モカちゃんっていう子で、なかなかちょっと会えへんねんけどね。もうワンダだけとかでも来てくれたりとかもしたことがあるんで、最近やる。モカちゃんでしょ？ね。ワンダだけで会うた、ムカラテティーチャーのモカちゃん。これ僕一方的なんですけどね。このモカちゃんのことも大好きで、ちっちゃくてね、もう可愛いね。舌が出て、可愛い。おまんじゅう顔代表みたいなね。このモカちゃんが大好きで、で、ミンス君とこのママのモカちゃんも、大好きで、ほんで、一番最後が、このご近所モカちゃん。このご近所モカちゃんっていうのは、ほんまに、お家からもうほんまに、すぐぐらいに住んではる人やった。もう最初は全然知らんかったんけどね、去年ぐらいからちょっと仲良くさせてもらってるんだけど。最初、道歩いてたら、そのご近所モカちゃんの娘さんとママさんでね、それとモカちゃんが、歩いていらっしゃって、で、僕、ギャーっていう感じで、しつけんみたいな、多分、ママさんも娘さんも多分、引いてたやろね、こいつ、やっべーみたいな、こいつに近づかん方がいいわーと思ってたんちゃいますかね。まあ、多分そうやと思います。でもまあ、それきっかけに、向こうがって知ってるよね、向こうのママさんとかが、ママのインスタグラムとかで、あ、もしかしてあれ、ももちゃんちゃうかな、むーちゃんちゃうかな、みたいな感じで調べてくれはったみたいで、でまあ、それでお会いした時に何々さんですかみたいな感じで、あ、そうですね、もうそれからですね、ご近所モカちゃん、まあ、ムクモモファミリーフィーチャリングモカちゃんみたいな感じで、もうモカちゃんとはもうめちゃくちゃ仲いいんで、それからですかね、もうモカちゃんとずっと遊んだりとか、こうお散歩行ったりとかね、お近くね、まあでもそうやってまあほんまに仲良くねさせてもらってるモカちゃんね、ほんまにモカ4人のモカちゃんですけど、ほんまにモカちゃんはなんかもう僕が好きになる子はモカちゃんが多いっていうか、はい、そんな感じで、まあ、病院に行かんとあかんねんけどね、まあ、そんな感じでまあいろいろまあね YouTube やっててコメントをたくさんいつもくれてはる人の名前もねちょっと全部言いたいんですけども、ほんまにYouTube ムクモモパパチャンネルほんまに見てもらっていつもありがとうございます。ほんまに、まあ、コメントくれてはるのもほんまにめちゃくちゃ嬉しいですし、まあでもほんまにだって続けられんのはシーズーちゃんのお友達がいらっしゃるおかげなんで、今日は長くもありましたけど、まあ、本当に今日はちょっとしずちゃんの友達の紹介っていうことで、もっともっとお伝えできたらいいのかなと思うんですけども、ちょっとこんな感じになっちゃいますけど、いつもムクとモモのこと応援してくれてほんまにありがとうございます。まあ僕もこうやって今いられるのはしずちゃんのおかげやと思ってますんで、すいません。ほなまあちょっととりあえずちょっと病院行ってきます。また。よかったらムクモモパパチャンネル見てください。では、すいません。ありがとうございます。